スーベニア。建国の詩に歌われる勇敢で賢い女王に統治される国イランス。貴族と騎士による政治体制は長きにわたって安定と繁栄とをもたらしていました。その旧市街に佇むのが王立ベルナル魔法騎士学園。貴族と騎士の子たちがイランスの未来を担うべく勉学と魔法剣の習得に勤しむ学びの園です。そこには2つの学生寮がありました。貴族派の弟子と騎士派のシェルタです。貴族派と騎士派の子たちはどちらが賢い、どちらが強いといったことでいつもいつも争ってばかりいました。それは繁栄を極めて久しい大国のまさに縮図でした。イランスは二つに分かれていたのです。女王すらも知り得ない何かが貴族と騎士の対立という帳の裏側で確かにうごめいていたのです。ベルナル魔法騎士学園の北にそびえるニトの塔を舞台にクロアルールの物語が始まります。そのヒロインに選ばれたのは二人の戦う少女。クロアルールシグマオプション。ゲームスタート。ストーリー、いつでもやれるんだから。総国の皇旗が滑るとき、五国の騎士が滑るとき、陽と月とは交わらぬ。主と僧とは相入れぬ。僧と呉は生きて巡り、陽と月が死して暦となる。で、これが、我らが女王国、イランスに伝わる古いカビ臭い建国史ってやつ。子供の頃から何回も繰り返し唱えさせられて、今じゃすっかり空で言えちゃう。わからないって言えば、今日の教頭試練だって、なんだか理不尽。だってさ、姫と競わないといけない。一応私だって、朱色の旋風ルークって呼ばれてる魔法剣士候補生だしね。あ、誰か来た。神聖なるニトの塔に遊びに来たか。え？いや、小さい時にね、一緒にお風呂に入って洗いっこしてたのを思い出してただけ。貴様、なんという想像を。破裂極まる。想像じゃなくて思い出。別に小さい頃のことだからいいじゃない。プランタラ、もしかしてなんだというのだ。また一緒にお風呂に入りたいわけ。だったら教師が終わったら久しぶりに。バカ者、貴様は今日という日の重みを理解していないのか。そんなに怒らなくてもいいじゃないか。思い出に浸ってただけなんだから。禁ずる。何を思い出そうが自由でしょ。いくらあんたが姫でも人の頭の中まで口出せないわよ。その通りだ。分かっているならいい。私は騎士派学生寮シェルタの代表ベシ。は？先生が言ってた教頭試練の説明は、ん？お出まし？
場所と違うってことは強い。忘れないで連続。
こんなもんでしょう。気をつけてね。